さあ、何を作っているでしょう。生配信の前はね、結構バタバタとしております。ビールお姉さん、小川梨沙のビアフライトの時間。皆さん、こんばんは。良い子飲み方、ビールお姉さん、小川梨沙です。今日も飲み寄りますか。今ね、ちょっと生配信の準備をしております。今日ね、お誕生日生配信、生誕祭ってことなので、はい、気を入れてご飯を作っております。ちょっとビールついてきます。まあ、まずはちょっと飲みながら、はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。まずはじゃがいもを切ります。トマトをカットします。生ハム、こうか。お、バラみたいになった。よし、とりあえず、OK、さあ、何を作っているでしょう。レンジで今ね、600ワットで12分温めました。で、じゃがいもを柔らかくして潰していきます。あ、やっぱポテトマッシャー買ってよかったわ。これね、私はね、皮ごとの方が食感が残るからね、好きなんですよ。クリームチーズ温めたら焦げちゃった。よし、ここにハーブソルト、マヨネーズ、アンチョビペースト、なくなりかけ、ブラックペッパー、バジル、パセリ、混ぜます。さあ、もうなんだか分かってきましたね、何を作っているのか。そうです、これはね、ポテトサラダを作っております。本当に純粋にじゃがいもだけしか入れてないけど、ポテトサラダを作ってます。めっちゃシンプルなポテトサラダ。ふう、疲れた。さあ、味はちゃんとついているのかな、どうなのかな。よし、そしたら今作ったポテトサラダをこの型にラップを敷き詰めてですね、ほいほい、これサラダチキンを間に挟みたい。で、これはまあケーキでいうところのいちご的ポジションですよね。ケーキのスポンジの間に挟まってるいちごね。よし、で、ここでまた蓋をすると。じゃがいも何個使った？5個？ 6個？結構使ったよね。で、土台をね、ちょっとしっかりさせようかなと思って、これもなんかね、うまくいくか分からんけど、大根大根をちょっと、あ、
なんかちょうどよかったかも。ぴったりちょうどよかったかもしれない。いいんじゃないですか。よし、これでうまいことパカンと言ってくれれば成功です。ではさあ、うまくいくでしょうか。おお、なんかいい感じじゃない。いい土台ができました。さあ、ここにですよ、飾り付けをしていきます。さあ、どこまでケーキっぽくなるんでしょうか。ベビーリーフ、意外とあんま大きくないな。うん、メインはこれよ。チーズとね、どう？ケーキっぽくなった？ほら、サラダケーキ出来上がり。どうでしょうか？美味しそうですか？生ハムたっぷり、中にはね、サラダチキンも入っておけるんで、結構食べ応えはね、あると思うよ。さあさあ、ケーキが出来上がりました。乾くかな。ネイルのベースだけやって、生配信の時間まで待ちましょうかね。さあ、今日の生配信1本目は何を飲もうかな。今日ね、紹介したいビールたちがあるからね。ビール何飲むかは決まっとるのよ。で、何から飲むかやね。どれを一番に飲むかっていうとこやね。今日はね、先にインスタライブを30分間だけやって、で、今から YouTube 生配信しますよっていう告知をしつつ、 YouTube 生配信に切り替えようかなと思ってます。この間初めて気づいたんやけどね、 YouTube の生配信するときにさ、パソコンでつないでやりよるっちゃけど、その時にね、パソコンのさ、画質が悪いけんさ、ウェブカメラっていうのね、別でつけとるんよ。こういうね、これをつけとるんやけど、これをパソコンにね、こうやってこうくっつけてやりよったのをずっと。それでその高さとか調整する時にさ、もうパソコンごとなんか台に乗せて上げてってしよったんやけど、なんかどうもうまくいかんなってずっと思いよったと。位置が定まらんなと思っとって、でこの間さ、ビール旅、毎月執筆させてもらってる旅色っていう雑誌があるんやけど、ウェブで見れるサイトね。そこで編集の担当の人と2022年のビール旅どうしていこうかとか、なんか今までで記憶に残ったビール旅どんなんですかとか、なんかそんなね、お話をしてるところの生配信をしたんですよ。でその時にマネージャーのヨコさんといろいろセッティングしてる時に、カメラどうしますかって言われて、カメラはこの辺ですかねって言って、パソコンを加えておいたら、あ、じゃあカメラここにつけますって言われて、そっか、カメラだけ外して三脚につけられるんだって初めてその時に気がついて、もうパソコンにくっつけることがマストっていう頭だったから、それなんかその概念がずっとなくって、ずっと苦労してたと思って、結局カメラの性能は良くなっても、そのカメラの位置とかはパソコンでやってた時でも全然変わんなかったと思って、でそれで学んだけん、今日はね、ちょっと三脚に立ててやってみようかなと思っております。はい、あと2つ目、ベースだけとりあえずできたので OK。あとちょっとや、もう本当にあとちょっと始まっちゃう。やばい、もう本当に始まっちゃう。ちょっと飲みながらその時を待とうと思います。あー、この辺で YouTube 撮影は終わろうと思います。
この続きは12月16日、2021年の12月16日に更新した私の生誕祭ということで生配信しておりますので、そこで続きはご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。いつもね、生配信の前はね、結構こうバタバタとしております。生配信中にね、料理作るとか言うほど手際が良くないので、生配信中にね作ってたらね、多分作ることで終わっちゃいそうなので、おいおいね、そういうのもできたらいいなと思っております。生配信でこういう企画やったら面白いんじゃないかとかいうアイデアやったら教えてください。コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。